新潟日赤センター爆破未遂事件を報じた、朝日新聞夕刊新潟日赤センター爆破未遂事件とは、中国地方各地における韓国工作員による密出入国と、1959年12月4日、韓国代表部の近衛官山東書記官などにより、企てられた新潟県での暗殺、爆破テロ未遂事件。李承晩期日清朝鮮戦争が膠着状態となり、1951年7月から休戦会談が開始されると、韓国大統領、李承晩は1952年1月18日に李承晩ラインを宣言し、竹島を占拠するとともに対馬は韓国領であるとして日本に返還を要求するとともに日本の漁民数千人を抑留し、第一大宝丸事件のような日本人殺害事件も引き起こした。後述の事件当時も日本人は韓国に抑留されている状態であった。韓国では休戦後も国土が荒廃したままで経済活動は衰退し、世界最貧国となっていた。また、韓国政府は朝鮮戦争中には共産主義者との関係を疑われた韓国民を裁判なしで数十万人虐殺していた。一方、北朝鮮は1955年に在日朝鮮人が極左急進主義を弱めて設立した在日本朝鮮人総連合会と緊密な連携を取るようになったなどで解散させられている。また、北朝鮮は共産権諸国の支援を受けることによって復興を遂げつつあり、在日朝鮮人に在日朝鮮学校への支援などの資金援助を行った。韓国政府は北朝鮮に対し教育費の援助を止めるよう抗議を行ったが、韓国政府自身は支援を行わず、在日本大韓民国居留民団からの抗議を受けて支援を行ったものの、その額は北朝鮮の10分の1にとどまった。危機感を募らせた韓国政府は日本に大量の工作員を送り込むことを決定した。1959年9月、韓国政府は日本に戻ることなく、韓国に帰還したままであった在日義勇兵たちに、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還事業を阻止するために日本に潜入して、妨害工作活動を行う工作員となるよう要請した。韓国政府は、在日義勇兵41人、韓国軍予備役将校、韓国警察試験合格者24名からなる北韓総監組織工作員を結成した。また、韓国政府が日本国内で組織した工作員も妨害活動を行うことになる。慶尚北道工作員の出発した天浦港のある慶州市1959年12月8日、衆議院法務委員会にて、社会党の猪俣公三代議士は、自身が事件発覚前に、新潟日赤センター爆破計画と、事件実行犯である工作員が新潟に入るとの情報を、帰還促進団体からすでに受けていたことを明らかにした。また、猪俣は、安時、張都健、韓久、劉日博氏、李秀博ら韓国軍の特務機関員が日本に潜入しており、韓国代表部の近衛官が用意した韓国銀行宛ての小切手800万円が韓国人を介して12月4日午後2時半、韓国料理店であと広志らに渡されたとの情報を明らかにした。その際、緊急暗殺実行犯のあと広志が京都広志という偽名でアメリカ空軍立川基地を経由して潜入したとしている。また、韓国の工作活動は3つに分かれており、第1は、新潟日赤センター爆破計画。第2は、輸送の列車爆破。第3は、すべてが失敗に終わった時に、朝鮮総連幹部と北朝鮮側の帰還責任者に対して、テロを行うというものであった。そして、何が故に一体、北線に帰りたいという、朝鮮人を、せっかく、日本政府が北線に返すというのに対して、彼らが反対するのであろうかと尋ねた。2011年4月30日の朝鮮日報の報道で、猪俣公三が国会で証言した韓国のテロ計画が事実だったことが明らかにされる。工作員が祀られている国立ソウル秋田大院。2011年4月29日、韓国国会は工作員と子孫たちに104億ウォンの慰労金を給付することを可決。ありがとうございます。